賞金総額100万円おはころチューバー第2期生オーディションスタート。皆さんこんにちは、こんばんは、コロイエスター今向けそうです。山田ジンネットマンです。はい、ということでコロコロコミックね、原則です、コロコロコミック9月号もついに発売されましたと。お願いしました、ね、もうすごいいろいろ情報めちゃめちゃあったけど、ね、ワンサがありましたよ。ワンサがありましたけど、やっぱ欠かせないこいつです、はい、バチコーン、ブロックカードゴールアンジョルネー、ゴールアンジョルネーのあのね、水のジョーカーズがついに出ると、はい、出ました。そしてその新能力、はい、何ですか。ジョーカーストルネーということで、このジョーカーストルネーの持ったカードが、ね、持ったカードが持ったカードいきなり手に入ってしまうというね、はい、すごい付録ついております。すごいですよ。今日はね、これをね使った、バチコリ使ったデッキを持ってきました。兄貴がね、ジョニーの兄貴、兄貴まさかの兄貴っていうまさかの兄パターン。僕らジョニキって呼んでるんですよね。ジョニキってね、借りにくいで、今回はこのデッキこっちなーん、このうわー来た、僕も使っちゃいます。ブレイキングバージョン、いや僕はその上を行きますよ。えじゃーん邪魔邪魔、ジャンボカードのガチャレンジ、フルコンドックです、ね、はい、こちら今好評発売中のデュエルマスターズの、はい、ガチャレンジシリーズフルコンブック、ね、はい、こちらについておりますガチャレンジデッキを、これ水とジョーカーズ6枚ずつついてるんですけど、今回は贅沢にブレンドしてジョーカーズだけにしてます。贅沢、大人大人大人ということで、じゃあ早速やっていきましょう。はい、イエーイ。さあ、はい、どうも準備していきました。小顔効果、小顔効果、小顔効果ぜ。超ガチャレンジガチャー、ピンガチがすごい、ピンガチがすごい、内輪になってるまだ暑いからぴったりだね。よっしゃ、はい、じゃあやりましょう。ぜひやってね。はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょ、イエーイ、いきます。ではスタート。ピンガチがすごいもんな。よっしゃ。さあ、このゴールダンドジョルネードね、水のジョーカーズなんですけど、はい、ジョーカーズなんでいろいろ出す方法があるんだよね。あ、なるほど ね出し方は様々。一回マナに埋めちゃいます。はいはい、はい、逆にね、逆にね、はい、これがどういう意味を持つか、逆にね、2マナで体育体操あれ打って変わってるな、先週とあれ先週と打って変わってますよ。先週やばかったからね、もうくーちょっときついな、あんな夏バテしてたからデッキが皆さんもね、水分はちゃんと、水分はちゃんと取りましょう。はい、暑かったらちゃんと日陰で休むと。はい、はい、じゃあやばいやばいやばい、サンズで攻撃するときにジョーカーチェーンジでガチャダウン、順調そのもの配置ですね。でマナ加速して、ダプチョですか、攻撃していくかね、はい、でちょっと待って、ガチャレンジちょっと待って、ガチャ、おい、でかなり出ましたよ。ガンマスター、ガンマスター出ました。ガンマスター、ガチャダウン攻撃できる、ガチャダウン攻撃、これシールド守ってるみたいだね。確かにね、はい、確かにね、はいはい、ターンエンド、一応すぐ攻撃できるけどしない。まだ、あ、すぐできるのっけ。5枚あればいけるの。1、2、3、4、5は6ありますね。じゃあいける、いけます。一応じゃあやりますか。やだなぁ、いやぁ、うわぁ、取りがない、はい、大変だ。いや、ちょっとこれ厳しいぞ。はいはいはい、何を隠そう、ちょっと厳しいよ。何を隠そう。3マナで、超ガチャレンチャージャー、あー出た、ガチャレンジやったじゃん。1マナで体育体操のタイム、おい、順調じゃないですか。順調だが、ちょっとでも、はい、差し返せるかどうか。どう、あー、これなこれなこれな、お、ちょっと一回一回休める、これな、4マナガチャダマン、うわ強っガッチャンバストラッチ、あ、パーセンしかない、はい、ラッキーラッキー、タイソンズ対打ちか、タイソンズ対打ちにしようかな、タイソンズ対打ち、マハバイダーで、はい、じゃあ打ちしました、はい、戻って戻るのも一苦労タイソンズ離れたらマナ加速します。はい、マナ加速した。じゃあドラゴン、あ、いいや、まだまだダブルになってない、はい、まだ超デビューはずない、はい、タイエンド、お、しかしここで来たか、タオンがこっから逆転しますよ。本当？いや、わかんない、どこいや、自信持って、まあ逆転しますよ、頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ、お頼もしますよ。3マナ3マナ、超ガチャガチャ、おお、パッパラパーリない、パッパラパーリない、1マナをマナドライブ達成します。パッパラパーリない、パッパラパーリない、パッパラパー、4マナグレープダール、グレープダール、こうだ、マナ加速、マナ加速、これはペリに入ってるやつ、ペリに入ってるやつね、はい、出た時に2マナ加速します。はい、そうしたらカードを1枚マナゾーンから墓地に置く、いらないカードを墓地に置く、はい、なるほど、さらにさらに、すげえマナ加速がすごい、そう、3マナでバングリットクロスセブン、1枚、バングリットクロスセブン、さあこれで準備万端、はい、まずバングリッドでガチャダマンに攻撃、はい、
次マナーカソマファイルマファイルあマファイルマファイルそしてグレープダールもマクファイルです。マクファイル。ガンマスターにこびするときに、しかも、はい、ジョーカーチェンジ6。ジョーカーチェンジ6。ジョーカーチェンジ。そして出てくるのがこいつ。バチコーン。ロックマンなんです。ジョーカーズだから別に水とかしてる関係ないの。ゴールダンジョルネード。さあこいつ、はい、出たときに、うん、ガチャチョができます、はい。ガチャレンジ。ポクタマタマじゃあ、はい、これをやめましょう。した。そしてパー7000もあるよ。はい。ダン。7000もある。7000もある。はい。まあ、はい、ターエンド。うわー。よしよしよし、差し返した。大きいからってパワー上がってるわけじゃないんだよなぁ。そうだね。パー上がったらみんなこっちだった。ドロー。それはね。6マナ。6マナ。ジャンゴニャンズ。ジャンゴニャンズ、おー強い。ネオ進化。おぉ。じゃーん。で、ダブルブレイカーで、アタックするときにジョーカーチェーンシールド。お、なるほど。ジョーカーチェーンジ、オッケー。ジョーカーチェーンジ、8。スターアダム、スタージア。うわー、すごいの来たー。ジョーカーチェーンジ、はい。これこういくんだよね。はい、そうですね。で、こいつが、2回ガチャレン召喚。2回ガチャレン召喚しつつ、ブレイク数が1個上がってるけど。4枚ブレイク。あんまり意味ない。あんまり意味ない。2回ガチャレンジ。2回ガチャレンジ。でかい。ガチャ。やった。ガチャ。おいタップアンタップ、はい、あと出るたびにマナオグリですね。はい、あれやったロボからやったロボ とバングリットクロスバングリットマナオグリ、はい、じゃあブレイク、はい、嬉しい。おっ、これがムシムシロンドンハイナルワルヒーハイナルヒーとコスト6以下のジョーカーズクリーチャーは自分手札から出せます。はあ、出すのはゴールダンジョルネードで、それでバトルできる。なるほど、やったロボとバトル、やったロボとバトル、はい。してさらにガチャレン召喚、ガチャレンジ、はい、やったロボ。さあ、ただこれは召喚用意なんでアタックはできないよと。あ、なるほど。スピードアタックじゃないですもんね。スピードアタックじゃないから、はい、マシンガントーク、じゃあターンエンド。よし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 。さあシールドはなくなってしまったが、3マナで、うん、まずガチャレンチャージャー、おー、あれを出したい。よっ、パッパラパーリない。マナー加速、マナー加速、ちょっとね、タクタク大変だよ。なかなか大変だよ。大変だよ。1、2、3、はいはい、3マナで、バングリッドクロスウェブをマナーから召喚します。あ、そっか、マナーから召喚できるんですよ、こいつ。そしてそして、はいはいはい、5マナで、すげえな、マナの数がすごい。4マナ、4マナで、マナでバングリッドの能力で、うん、グレープダールをマナから召喚してます。マナから召喚で、2マナ加速、また加速した、1枚墓地に、すごいな、結構ね、すごいです。なるほど、マッハファイターでチェンジできるよと。そんな最初もできないもんね。5マナ、4マナ、さらに4マナか、4マナで2体目で手札からグレープダール、グレープダール、お、来た来た来た、1マナ破壊、1マナ破壊、じゃあこれでいくか。はい、グレープダールでまず、はいはい、マシンガントークにアタックするときに、ジョーカーチェンジ、ジョルネード、ジョルネード、ゴッドガンダム、ゴッドガンダム、で、これ破壊された、破壊しました。はい、さあ、さらにさらに、うん、すごいクリーチャーの大進撃、もうすごくなってるけど、どうしようかな。進撃のクリーチャー、グレープダールで、はいはい、スタージャーにアタックするときに、うん、またジョーカーチェンジ、再びジョルネード、ジョルネード、ガチャレンジ、ピュン、あ、ガンダムか、ガンダム、ガンダム使います。はい、だからこれはバトル負けて破壊されちゃいます。はいはいはい、出なかった、残念だが、これででも行くか、攻撃、攻撃、ここら辺はできる、これできます、こいつらができます。はいはいはい、じゃあジョルネード、うん、アタックするときに、はい、こいつなんとここで、うん、ジョーカーストルネード、おー来た、ジョーカーストルネード、攻撃するときにジョーカーストルネード、ジョーカーストルネード、こいつはジョーカーストルネードが自分のジョーカーズを1体手札に戻す、はい、1体、はい、まあじゃあジョル、これもう攻撃終わった、こいつ戻します、はい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 、するとカードを3枚引ける、3枚引ける、3枚も引けてしまう、すごい、この戻すだけでなく強い効果を使えてしまうという、ボーナスがあると、これでダブルブレイク、しかもダブルブレイク、バリバリン、あ、スマッポンとマンオブステール、ゲスマッポンで2000以下、2000以下がバリ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 、はいはい、マンオブステールでマナ送りですね、マナ送り、あとこいつが多い、こいつ入っちゃう、こいつをマナ送りで、ガチャレンジ召喚する、ガチャレンジ召喚、ガチャン、でしょ、待て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 、で、しかもスタージアムの効果使えるのかな、スタージアムの効果で、なんだマナ送りできる、ガチャレンジが出るたび、あ、ガチャレンジが出るたびマナ送り、あ、じゃあ、まあ一応じゃあピー、大変だ、一瞬でガチャレンジ当たる、トリガーめっちゃあったけど、よし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 、4、5、6、7、7マナ、7マナ、ジョットガンジャラゴン、わー、
攻撃するときに1枚引いて1枚捨てる。まあ当たれば投げました。イエーイ、おー、トリガーめっちゃやられた。トリガーがトリガー集め、トリガーの奇跡が起きましたよ。しかしこれどうですか、このゴールダントルネード。いやすごい、ジョーカーズトルネードってやっぱなんかすごいボーナスがついてくるんだね、1点戻すだけで。そうなんです。でジョーカーズ結構出した時になんか出た時にこう、メイプル超モビジンとか、はいはいはい、ガチャダーマンとか、うんうんうん、出た時になんかするやつ結構多いんで、はいはいはい、こいつら戻してもう1回使うだけでも強いです。なるほどね、2回使えるってことか。しかも3ドルって言ってもらってね、すごいな。でまだ、はい、まだ実はこのデッキお気づきですか、今までのジョーカーズ合わせただけなんですけど、確かに水のジョーカーズ増えるよね。確かにガチャレンジで第3弾で水のジョーカーズ増えれば増えるほどこいつは超使いやすくなる。すごいぞ。でもこれはその発売前だから、今と8月10日でしょ。そう、8月10日発売のやつについてるから、9月21日までだから1ヶ月ぐらい練習できる。なるほど、ジョーカーストルデーだ。今のうちに練習して使いこなして、宇宙最速でジョーカーストルデーでいきましょう。一発で水ジョーカーズマスターできちゃうんですからね。入れとけば強いですもんね、これね。もう結構強い。このグレープ、特にジョーカーチェンジだね、うん、組み合わせのおすすめで。グレープダールがまさかここで出てくるとは思わなかった。グレープダールとやっぱこのハイナローヒート、ハイナローヒート、ね、個人的に一押し。すごいっすね、この組み合わせということで、このジョーカーストレートも期待が膨らむんですけど、はい、来週は、はい、もっとすごいの持ってきちゃうから。おわ、この上といえばあのカードしかないですよ。ジョニキ、ジョニキしかないですよ。ジョニキ来る、ジョニキしかないっすよ。ジョニキなので来週絶対見逃さないでほしい。ジョニキの回、ジョニキ回ですからね。ジョニキ回絶対見逃さないでください、ね、来週見逃さないでください。はい、みんなまたね、またね。この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。